はい、こんにちは。今回は前回に引き続き、リコーイメージングよりお借りしているペンタクス KP を持って、京都に行ってきたという話の、続きをしたいと思います。で、実際に作例、作例というほどでもないですけど、でも実際に撮った写真を見ながらね、お話をしていきたいと思いますので、よかったらお付き合いください。では行きましょう。実際に旅の、順を追って、見ていきたいと思いますが、こちらは、新幹線の窓から、ああ空が綺麗だなと思ってパシャッともう撮った一枚ですけど、本当になんか色鮮やかに、その鮮やかっていうモードではなく、ナチュラルかな、ナチュラルというか、ナチュラルというモード設定で撮りました。実際にその、コントラストという部分ではちょっと浅いかなと思いますけど、それでも、しっかり色がね、見た目とほぼ同じぐらい青空のこの青の綺麗な感じが出てます。このくどすぎない青の感じとかすごくいいなというふうに思いましたね。はい、はい、これパシャッとね、切符を取った感じですけど、しっかりね、当たり前ですけど、ピントが合ったところはしっかり綺麗に見えて、でボケたところはふわっとなっててね、素晴らしいかなと思います。でこれが、熊本から博多に着いて、で博多で乗り換えでした。で乗り換えにほんのちょっとしかなかったんですけど、隣に新幹線が2つ止まってるっていうことで、走って先頭車両を見に行って、先頭というかお尻の車両を見に行ってパシャッと撮りましたけど、綺麗にね、その何ですか、新幹線のそのツヤっとした部分、その白い冷たいツヤっとした感じ、それもしっかり出ててね、それなりにねしっかり表現できてるなというふうには思いました。で、今回お借りしてるその2040の 2.8 という 2.8 から F4 というレンズですけど、HD コーティングですね。 HD コーティングですけれど、もうその画面というか、そうですね、画面の中に強い太陽を入れたらこんな感じで、フレアゴーストブワッと出ます。もうこれはね、どれだけお高いレンズでも出るときは出るし、どんなに安いレンズでも出ないときは出ないので、もう本当に高額的にね、なのでもうこんなもんかなという感じではございますね。でこれが京都に着いて、嵐山に行きました。最初に嵐山行って、すごい天気が良くて、緑が綺麗だな、パシャって撮って、こんな感じで、素晴らしいねというふうに、世間一般で言われるペンタックスグリーンとかね、もうまさにそんな感じ、素晴らしい、色ですね。これは F4 でございます。焦点距離、何ミリですか、これは、40ミリなので、絞り開放です。絞り開放で、これだけ綺麗に表現できると、素晴らしいなというふうになります。でこれが嵐山のね、竹林のところですけど、なんか綺麗なね、この光が降り注ぐような感じ出ててね、綺麗じゃないですか。緑も鮮やかでね、新緑ではもうないですけど、でも緑がこんなに綺麗に出てて、でこれが、嵐山のその渡月橋に行く途中のそのいろんなお店が出てて、こういうね傘が出てたり、これも色が綺麗に出ますよね、本当に綺麗。でこれが実際に渡月橋に行って、これが渡月橋かと、私初めて見たので、渡ったので、こんな感じかと、空もすごい綺麗でね、綺麗に表現できてました。これ奥に見えるのが渡月橋です。ちょっとね離れたとこから撮ってみました。で、嵐山から京都市内に戻ってきて、そしたらだんだんもう時間もね、日が傾いて、で日が傾いた、それが、ビルに反射してね、こんな綺麗な、オレンジというかね、夕日の色が綺麗なオレンジ色に染まって、ギラッと
この太陽のねギラッという感じが綺麗ですね。で、京都の街中、商店街の中というかね、を歩いてたら、この、和服姿の方たちが2人いたので、後ろ姿をねこうやって撮らせていただきました。これ感度3200で撮ってます。3200、シャッター80分の1、 F4 開放ですの、これが2500、2500、3200ねえ、全然問題ないです。痛くも痒くもないです。明るいところでの、まあ、3200なんかね、ちょっと前のカメラだったら、明るいところでも3200つったら、まあまあね、ノイズが気になるんじゃないという感じでしたけど。でこれが、感度4000でございます。感度4000ねえ、普通に綺麗ですよね。でこれも感度4000で、絞りが 3.5 開放ですね。でこの、街灯をギリッギリ入れない感じで撮ったら、このね、なんていうの、フレア、ゴースト、これがねビヨーンって出てきて、あ、やっぱりその強い光源が、画角に入らなくっても、これはちょっと出るのかなというふうに感じましたね。でこれインスタグラムにアップした写真です。有名な京都駅、京都駅の、この骨組みの感じね、まあ素晴らしいじゃないですか。これはシャッター5分の1秒、さすがにちょっとこれはね、手持ちではありません。感度1600でそこまで上げたくなかったので、これはインスタグラムに使うことを前提と取ったので、ちっちゃいゴリラポット、ちっちゃい、まあ、そこそこのゴリラポットに置いて、で、2秒のタイマーにして撮った写真です。でこれを、まあ、JPEG からだったんですが、まあ綺麗に仕上げたのがこれですね。まあいろいろと、触って、で、ちょっとねフォトショップで起こしてあります。こう倒れてるのを起こしてあります。はい、こんな感じです。もうね、ちょっとこれフォトショップで開きますけど、開くかな。まあ見てくださいよ、この描写、もうしっかりね、この鉄骨なんていうんだよ、この一本一本まで描写がねしっかりされてますね。やっぱりその単焦点並みのとかっていう表現はありましたけど、まあそれなりにね綺麗に表現はされてます。やっぱり相性の問題とかもねあるとは思うんですけど、はい。でまあこれも京都タワーですね。これがシャッター5分の1秒じゃなかった、 0.5 秒ですね。これも三脚、まあちっちゃいゴリラポッター使ってます。はい、絞り 6.3、 ちょっと絞ってますね。でこれもあの京都駅のさっきと反対側から見た感じです。でこれ2日目、二条城ですね。まあ、パーンと、広角で撮って、広角がね、まあ、20ミリということで、あ、ちなみに今回の写真全部20、40の、レンズで撮ってます。はい、でこれ広角端の20ミリですけど、35ミリ換算の、35ミリですかね、大体。まあちょっとね、それが APS-C では、まあ、物足りないと感じる人がいるかもしれないからね、まあ、そこがちょっとどうかなという。でも全然そのね、いつも言ってますけど、もっと広く撮りたいんだったら自分が下がりなさいよっていうね、その考えなので、まあ全然ね2倍ズームぐらいでも問題ないんじゃないかなというふうに感じました。はい、でまあこれが お庭ですけど、まあ綺麗ですよね。で金閣行って、まあ天気はね、あの晴れではないですけど、まあ金閣寺も綺麗にね撮れて、この池の真ん中の松の木ですか、これがねしっかり緑が綺麗で、で、その金閣行った後に、ご飯を食べに行って、そのまあ京都平安ホテルというところで食べましたけど、
まあそのテーブルで目の前にこうボンとね、お膳が出てきて、これはちょっとね、20ミリじゃ厳しいかな。こんな感じで、まあ両サイドのご飯とお漬物が切れてるからですね、目の前の、まあその単品だったら全然いいですけど、お膳をパーンとね、取りたいっていう時は、ちょっと20ミリはね、狭いかなという気がしました。ね、これ京都御所ですけど、昭和天皇ですか。昭和天皇が愛されたこのお庭ということ聞きましたけど、美しいですね。まあさっきも言った通り、空が晴れてないので、まあ曇り空なので光は柔らかいです。なので、コントラストがガッガッガッとつかずに、まあこう柔らかい光でというかね、まあこの表現自体もすごく、緑は綺麗だけど柔らかい表現となってて素晴らしいじゃないですか。で、このお庭なんかも、この影の部分、この両サイドのね、壁の内側、こっち側も真っ黒には潰れないで、本当はね、もう暗いんですけど、それでも目で見たぐらいにしっかりこの影もね、影の部分も潰れずに、なんとか粘って表現できてるというのは素晴らしいですね。簡単に潰れない。で、祇園の方に行きました。で、まあ祇園の街並みを撮って、で、甘いものを食べて、で、そして夜の、鴨川は、あいにくね、このやっぱ雨が降ってたんで、この何て言うの、テラスというかね、お外で、何て言うの、ベランダといったらなんか現代的ですけど、ここではね、ちょっと食べることができなかったんですけど、ね、でも帰りに雨が止んでて、この土手にたくさんの人が出てきてて、で、このね、この明かりが綺麗でしたね。で、そっから、まあ私はとあるところに一人でいそいそと行ってきまして、撮ってきました。こっからがね、本当に KP の、まあ真骨頂である高感度耐性ですよ。ISO これが6400、シャッタースピード10分の1秒、絞り解放の、解放じゃないですね、1段絞って F4、 これ広角端の20ミリで撮ってます。で、 F4 どうですか、このノイズのなさ、素晴らしいですね。で、ブレてない。シャッタースピード10分の1。これが本当に5軸5段の手ブレ補正。素晴らしいです。で、この旅で初めて KP の、裏の跳ね上がるモニターを使いました。チルト液晶といいますか、なんていうんですかね。使いましたけど、便利ですね。こうやってローアングル。で、まあ、しゃがんで、もうほんとカメラはギリギリのところから撮った時に、パシャッと、10分の1秒、F4、6400、素晴らしい。本当に素晴らしい。ここもね、6400。これはね、もっと暗かったです。F2.8 で、シャッタースピード6分の1秒。もう、どれだけ暗いかっていうのがわかると思います。はい。で、このね、いや、もちろん全くノイズがないとは言いませんよ。さすがにね、感度6400とか感度4000で撮ってますから、それ相応にはあるかなと思ってたけど、ちょっとは出るけど、素晴らしいという一言に尽きると思いますね。これも6400。普通さ、感度6400で、APS-C のカメラですよ。ねえ、ここまで綺麗ですかという感じですよ。ちょっとフォトショップで開いてみましょうか。これが100%等倍で今見ていただいてます。どうですか？これだけのノイズレス。素晴らしいですよね、本当に。ちなみに、
今回見ていただいてる全ての写真で JPEG 撮って出しです。いやー素晴らしいですよ。これ八坂神社に行きました。夜の八坂神社、もうね綺麗でしたね。これが正面の朱色のね鳥居で、でその奥に見える、この提灯、いっぱい提灯があって、やっぱこの提灯はすっごい明るいし、でも奥の方は暗い。でこの明暗差、コントラストというかね、明暗差、がすっごいあるところでも人間の目に近いぐらいのこのダイナミックレンジ、提灯は潰れない、字が飛んでしまわない、でも奥の、暗いところもしっかり黒潰れせずに、しっかり瓦一枚一枚とか、木のね、この何、木の枝のところとかもね表現できてて、すごいねって思いました。ちなみにこれは感度1600なので、まあそこまでノイズは出ないのは当たり前ですね。はい、まあ、これもね八坂神社の、よくこれが正面って言われますけど、これ正面じゃないんですよ本当は。はい、でここからパシッと撮ったけど、感度4000、シャッタースピード1/16秒、絞り 3.5 ね、綺麗じゃないですか。ライトアップされてるところもパシッと綺麗に来てて、でこれがね、まあ、いかにも京都らしいなという通りですけど、こんな感じで夜、ISO 4000 1/13秒ね、やっぱりその五軸手ブレ補正素晴らしいですね。ブレないっていうのがこんなにも素晴らしいことなのかっていうのは、京都行ってねこの KP 使って本当に身をもって感じました。でこれがね、稲荷神社ですかね、稲荷大社、稲荷神宮なんだっけね。でここ、この千本鳥居、これとこれを撮るときに、やっぱこのレンズの話ですけど、やっぱり広角端 20mm っていうのがちょっときついかなと。ペンタックスで言うなら16-85とかあるじゃないですか、結構広角がね使える APC 専用のレンズ、やっぱね、とかまあ普通の、レンズも 18mm スタートとかですから、やっぱり 20mm はね、もうちょっと欲しい、もうちょっと欲しいっていう表現ですよ。だからこの写真パシャって撮って、上をもうちょっと入れたいって言ったら、これ下切るしかないですからね。ね、 20mm ね、ちょっとそこ感じましたね。はい、これはまあおまけ写真ですけど、八坂神社行って、スペイン人の男性2人、ね、友達になって、ちょっと写真撮らせてよっつって声かけて撮りました。でもう1人、イスラエルから来てるねカメラマン、フォトグラファーの人とも仲良くなって、でもその人はちょっと写真撮れなかったんですけど、こんな感じで、やっぱり観光地は日本人に会うより、やっぱりその外国人に会う方が多かったですね。国際交流もして、お友達作ってきましたね。緑が素晴らしい、こんな感じで、で、旅の最後の最後の清水寺行って、現地着いてタクシー降りて、パシャってこの1枚を撮って、バッテリーが切れました。はい、という感じで、まあ今ね、ちょっと、京都に行った、で、KP でパシャパシャ撮った、その写真を見ていただきました。もうレタッチ全くしてません。JPEG 撮って出しのまんま、どれも JPEG 撮って出し。あれだけね、ハイライトが飛ばずに、粘ってて、黒を潰れ、シャドウの部分がね、潰れずに、しっかり描写されてて、ここ最近のペンタックス、まあ K1、で KP、ダイナミックレンジの部分で非常に素晴らしいなと感じております。まあ、そんな感じで今回はね、作例を見ていただきながら話してみました。では